はい、今週も始まりました若林健二の深夜に丸丸天切健ちゃん。楓がまだ来てません。楓くん今来ました。遅刻でーす。はい、今週のゲストはですね、はい、何回目俺の番組3回目、はい、細かいの回して3回目。3回目いいんですか？僕3回も出て、はい、いやすごいんだよ。なんか俺のブログとかにコメントで、はい、あのカエチン出してカエチン出してとかすごいの。マジっすか？じゃあ一応声かけてみますとか。じゃあ今日入るミナスティの一応楓くん常務だね。はい、そうです。じゃあ今日よろしく。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、わかりました。怠慢だよ今日。だからあんま飲むのやめようと思って。あ、マジですか？いやもう昨日も出てたの。昨日も出てました。はい、自分たちの番組。昨日は自分たちのやつです。びっくりしました、この流れ。まさか、まさかのこの流れ。いろいろ、ゆきやが、はい、なんか、何時だっけな、さっき1時間ぐらい前に電話来て、はいはいはい、楓が今日、はい、一人だからユキは出ろよって言ったら、俺今寝起きっすとか、はい、あ、休みっすか？そう、なんか勘弁してくださいなんて。じゃあいいよ。わかりました、わかりました。いやすごい、俺も現場から直行できたから大変ですね。この間もすごかったっすね。もう終わる。あ、そうなんすか？もう終わる。ほんとね、来週中、だ今月中には終わる。もう完成っすか？終わるよ。ちょっと楽しみにしててくださいね。今日休みだよね。今日本当休みです。いやもう、いや前回やらかしてるんで、いろいろ、まあ、あのプライベートの感じなんですけど、いろいろあったじゃないですか。お前のが俺のお前が俺の電話に出ないし、かけ直しこないやつでしょ。ふざけてるよね。いや、しかもさっきの電話も気づいてたんですよ、本当は。え、本当はこうやって見ながら、もう出んの怖えなと思って。やばい、これだね。変なの知らないでしょ、この痛さ。マジで酔っ払ってる時、1日多分10回ぐらい食らった時だったんですよ、この間。だから俺もうベロベロで、違う、お前あれがすごいんだよ。だって俺多分先輩じゃない？俺多分お前の先輩。もう大先輩です、大先輩です。で、電話してるのに出ないし、折り返しがない。俺何回も電話したんだ。で、登録してなかったもんな、お前。しまいには俺の番号だ。いや、こればっかりは本当に携帯に入ってないことに自分もびっくりしました。だって俺何回も電話してるよね。知らばん。カエチンに暴力はやめてた。俺が俺が怒られた。いや怖い、本当に俺が怖い。もう、いやもうすごいよ、俺もう日課しか会えてない。この間もそうでしたもんね、うん、大変ですね。いやもう、もう本当ね、スタートしたのどのくらいでしたっけ？ちょうど1ヶ月ぐらい前。あ、1ヶ月でもう完全に完成させるって感じだったんですか？はいはいはい、俺と春で2人でもうひたすらやって、もう春はもう終わったのかな、はいはい、あと俺が黒さ貼ってペンキ塗って、で元自分で電気工事の人間がいるから、はいはい、それに来てもらってシャンデリアとか取り付けて。あ、それも自分でやるんですか？うん、まあ、それはもうあの後輩に。あ、マジですか？でもすごい安いよ、もう。あ、いいっすか？もともとうちの従業員、はいはいはい、であの今実家が電気工事の会社で、はい、でやってくれてるから、じゃあいくらかでやってくんないって言ったら、じゃあ材料費とあと適当なんか小遣いでいいっすよ。マジっすか？超安く仕上がる。それやったら全然いいっすね。いやあれ変な話ですけど、あの春さんとかは出られたことないですか？どっち？うちの、はい、うちの春出てない。出てないっすか？いや、なんかあいつ嫌いなんだって、こういう何ですか、メディアが。なんか緊張するんだって。それは僕らも僕は緊張しますけど、いまだに。マジで？いや、します、します。俺もあんまもう緊張はないけど、なんかや、テレアなのよ、あいつ。あ、そうなんですか？そう、カメラとか向けられるとダメなの。あ、意外、なんかそんな感じしなかったですけどね。あ、ほら、なんかあれ、ハルさんがわざわざ来てる、はい、花咲ですか？そうそうそう。
木曜この前声かけたのに出ますよぐらい言ってたんだよ出てました、うん、で俺歩いても確か初対面なんだよ、はいはい、あ初対面じゃないらしいんだけど覚えてなくて、はいはいはい、外だった時ですよねそう でも俺酔ってたから、うん、なんかね話の内容あんま覚えてないんだよ、うん、お前出ろよっつって分かりましたぐらい言ってたんだよ、はい、確かでお前あの時なんでうちの店にいたのいやケンさんが営業時間外いいからお前一回来いって言われてでもうベロベロなのにそこで飲まされてでしまいや僕も待ってましたよ でしまいには早く帰れって言われてたまったもんじゃないだろ早く帰るよ片付けの邪魔になるからよ。こいつもの感じで行こうよ。いつもどんな感じだ。いやいつも僕ベロベロっすよ。営業後なったんで。いつも営業後なんで。そうだよな。だから今すげえ緊張します。この飲んでない状態でここ出てっていうのが。俺もだって。俺も遅刻してるし。今ビール普通に飲んでるけど。はい、あのなんか職人さんがさ家帰ってビール飲む感じ疲れたなみたいな、はいはい、あの感じだもん今。なんか分かる気します。おっさん。おっさん。本当おっさん。いや仕事後のってことですもんねそう、もう超疲れたもん普段飲んでるんですか最近飲んでないよ、もう全然だからお客さんが来る時とか同業がやっぱりうち来てくれるからその時だから現場入って例えばなんかクロスとか貼ってて、はい、今から行きますとか言われたら、はい、行くあの途中からあそうなんですか、うん、それもそれが大変ですねなんか中卒で土方やってるガキだろうるさいわ土方ちゃうわしかもマジなやつですからね今マジで大変もうここの多分カメラに映ってないですけど手とかすごいすごいよペンキの跡とかペンキの跡すごいこれ今日パテあパテですかあのクロスあるパテのやつだから、はいはい、今日大変だなんで業者に頼まなかったの業者高いんだもんだって業者の見積もりがやっぱり、はい、700、800万とか出てきて、はいはいはい、そば抜きてたよ、はいはい、でも自分らでやってるから多分だって半分まではいかないですか全然200万ぐらいだマジですか、うん、あ そこで600近かったらおまけ違うよね全然話違うよえ場所的にはもうリースリーあリースリーですかリースリーの6階名前も変わるんですか変わる変わる変えちゃうえ今僕とリゾンビルで DNA でしょ、はい、は変えちゃうはなくすってことなんですか、まあそこはもうやめちゃうあそうなんですかあそこもいい箱なのにもったいないっちゃうもんね。いや、じゃあ狭いよ。狭いですか？次一応ちょっといやまあルミナスティほどじゃないけど、33坪、はい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 、10坪ぐらい増えるのかな。で今の DNA ってあのカウンターとかがあるせいで、ああそうですね。実際のフロアでだから営業面積は狭いんだよね。だから次自分らで作ってるからもうほとんどフロアにしてるから、あだからブロックで分けてて。はい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 、だからエグゼクティブルームっつってビップルームみたいなビップが入ってすぐあって、はいはい、でフロアに入ってすぐあのそれよりちょっと一ランク下がるビップがあってあ2つあるんですかビップあるのいいですねうちないんででもエグゼクティブは、はい、ナンバーワンツーと俺しか座るしてで普通のもう一個のビップは他の従業員も座れてあとはもう通常はいはいはいでもそのナンバーワンとかだけしか座れないってなると下の子もそこ目指して頑張ってくるからそうおもろいいいですねカイさんオシャンティーでも来てくるいや俺なんかお前と二人で話すことねえな何するどうするいや俺はもうただでさえ緊張してるんでいやもうねいやお願いしますいや僕なんだかんだもう結構減ってますよえマジもう入ってないですもん本当だ、はい、緊張してるんですからこれは緊張してますよ開きました一本まさかの淡麗派淡麗派っす分かる朝日飲めないですもんいや俺もともとドライだったもともとドライだったんだけど淡麗飲むようになってなんかこっちの方がうまい飲みやすい飲みやすいですよねおもちゃ重い。おもちゃ呼ぶおもかさんですかおもちゃいるおもかさんおもちゃいるかなどっちでもどちらでもどうせおもちゃ来てんだ僕おもさん来てくださったら僕あの重さに甘えてしまうっていうのが結構癖になってあるよねお前あるよ頼みまくるっていうおもちゃだってどうせドラえもんで来るんでしょ歌舞伎者もだってドラえもんで出てるからえマジっすかそうえ戦ってないですよね戦ってないあ普通に
見に来てるってことですか。そう、見に来てるっていうか、一応スタッフで、あ、はいはい、マイクとかやってもらってて。あ、そうなんですか。基本のマイクは俺なんだけど、俺が例えばうちの従業員が出る時とかはおもちゃにやってもらったりとか。あれネットでもそんなに見れないですよね。何が歌舞伎もののやつ見れるよね。全試合見れるよね。何個かしか見れなかったですよ。あ、それ YouTube でしょとか。それ昔俺がアップしたやつだ。今だってニコ生は、え、ニコ生で見れるんですか。で、ナイトチューブの番組に、はい、あ、入ってるよね。あ、マジですか。入ってる、見れる見れる。あ、全然見れないな。DVD 今回とその前回第9陣から入ってもらってるから、はいはい、すごいですね。みんななんか最近格闘技本格的にちょっとやってる子たちも参加してますよね。そうだから素人の子が出てくんなくなってきちゃってただだからそのためにライトとかをやっぱひたすら出してる。あ、そうなんですか。あのやっぱああいうじゃれ合いが、じゃれ合いが見たいから。あ、そうなんですね。ナイトチューブのウェブ見れる見れる。花咲春呼んでとこ。春来ないでしょ。いや休みなんで今日はゆっくりしますって言ってました。あ、そう。あ、すみません。いくつなの彼は。あいついくつですかね。20っていうかお前いくつなの。僕4になりました、この間8月で。あ、そんなわけで。8月いいよ。ゆめと来た。はい、ゆめさん来ていただきました。来ていただきましたよ。でも最近なんかあんまり飲めないって言ってて体があれって言ってましたもんね。いや大変だなと。ほっといてあげて。ほっといてあげて。いや、ゆめさんにも。ほっといてあげて。わかりました。ゆめとのことは。ゆめさん、ほっとく。ゆめさん、ほっときますね。ゆめとはね、もうね。いいのいいの。ほっとなんか、こっち出させてあげてください、ゆめさん。いやだ。だって僕の方に、楓ちょっと、俺、出ようかなと思ってんだけど、日ないのみたいな感じで言われて。何偉そうに出ようかなと思ってんの。はい。言っていただいて。出させてよでしょ。いや、なんか、やっぱり、なんで上から来るのかな。なんで同じお店の人がやってるのにそっちに頼まないのかなと思いながらも。俺出さないもん、俺。で、その後飲み行ったんですよ。しれっと逃げて帰っていきましたけど。ああ。2軒ぐらい行って、多分しれっと帰っていきますね。金払わねえで。いや、お金いただきましたよ、多分。わかんないですけど。あいつ払わねえよ、多分。あ、マジですか。俺昔それで、あいつがまた、そうか。あいつがまたストレインの頃に、はいはい、みんなで飲んでて。代表の頃ですか。そう、はいはい。で、あいつに呼び出されて俺ら行ったんで、みんな。で、はいはい、あいつ飲んでる最中に一回ばっくれたんだよね。よくあるんだよ。帰ったん、帰るんですか。そう、金払わないで。やっぱ指令と書いてますよね。そう、で、ばっくれたあいつで、金払ってねって話になってえ、なんならあいつって毎回毎回さとか言って、で、あいつバカな携帯置いてったんだよで、取り帰ってきたんだよ。あ、だけどその頃で俺がもう本当にイライラしちゃってで、いいやつもうとりあえずなんかバーとかやってて、はい、いいからおめえも今日返さねえよとか言って飲んでたので、また今度なんかあのなんだラーメン食べたんだよね、まあ、朝方、はいはい、どっかの日の出まで飲んでて、ずっと飲んだ後ってことですね。でラーメン食ってる時になんかよくわかんないことぶつくさ言い出したから お前無理だっつって俺お前の友達やめるわっつってハイキック入れてやったんだマジですか、まあ、マジハイキックだけどそれはもう周りがあのもうゆめの方が悪いんだから、はい、ケンちゃんのハイキック一発食らってもう終わりにしようぜみたいな。で、ムービーある。いや俺言っていいですか、僕結構可愛がっていただいてて、あの感じなんて見れないです。いや見れないです、見れないです、見れないです、見れないです。じゃムービーあるんだ。僕多分そのムービー見たら次からおはようございます多分言えないです。いや笑っちゃう、笑っちゃう。いや笑えないです、笑えない。いや本当に、本当に、ちょっと見たい。本当にダメだこれは、絶対ダメだ。ほら、笑えないわ。ガチハイキックでしょ。いや笑えないわこれみんなに見せてあげようかな。いややめてください。いややめてあげてください。これ一時なんかしないよ。いやしかも結構ガチ、いやガチに入れた全然笑えない。いや俺笑いなしで入れたからちょっと見せてあげようかな。いやこれはやめてあげた方がいいんじゃないですか。ちょっと角度が悪いんだよ。あ、よし見てるじゃん。映った、いや映ってない、映ってなかった。あ、じゃあこっちの方がいいんじゃないですか。どうやってやればいいの。あ、便乗しちゃったもん。これはすごい、すごいすごい声がね。でもね、あのこれね、一緒に飲んでた女の子の声が入っちゃってるんだよね。大丈夫かな。これはね、ちょっとおいや、もうやめよう。やめたけど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 やめた
遅い遅い遅い夢だ夢のか、かわいそうって言うの超ムカついたんだ。俺は大変だ、相当だ。いやだってさ、自分がもうだって他店のオーナーとかを3、4人呼んでたんだよ。はいはい。であれその時別のお店の時ですよね。そう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 。でなんか俺は店で潰れてたの。はいはいはい。で起こされて飲もうよって言うから行ったら、いきなりなんかその帰るだろなんだろう、言うわ金払わねえわ、なんなんだこいつっつって、はいはい、怒ったの。そういうの嫌なんだよね。お金のことで友達と喧嘩するのって一番嫌じゃん。金は安ね。そうで最初はもういいやいいやっつって俺払ってたの、はいはい、全部払ってて、でよくよく考えてみんな社長クラスでなんで俺払ったんだって思ってきて、でだんだんムカついてきて酒も入ってるし、でもなんか金のことでなんかごちゃごちゃやってんからいいやっつってお金払ってたら、なんかムカついたの。ムカついたんすか。いいの、夢とは夢と俺の番組には出さない出してあげてくださいよ。歌舞伎町で美味しいラーメン屋さんどこですか。俺一個気に入ってるとこあるんで、最近ずっと一人でも行ってます。どここの間3日連チャリ行ったんですけど、セッションってわかります、スタジオ、区役所通りの近くの藤田、はい、家系の、家系のあれダメっすか。俺あんま言いたくなかったんですけど、俺結構本当に一人で家系超好きで、はい、連れてもらったの後輩に、なんとかやみたいなやつですか、あの藤田に、はい、俺家系超好きだ、はい、うまいじゃないですか。俺二度と行かない、申し訳ないけどえ、マジっすか。全然美味しくない。ええー、いや俺あれ家系だったら、家系だったらもうね今なくなっちゃったけど、そこに閻魔山、閻魔山ですか。今なくなっちゃったじゃん、よく変わるとこよ、この裏のラーメン屋があったんだよ。そこの家系は超うまかったよ。あ、そうなんすか。で、でも家系だったらうまいの俺あそこだな、歌舞伎町ですか。いや歌舞伎町じゃないんだよ、俺が行ってるジムの、はい、この木場、キママーシャルアーツっていうこれジムのキマさんだけど、これの幡ヶ谷の駅、あ結構遠いんすね。えっそうでもなくない、幡ヶ谷ちょっと遠くないですか。何で行かれてるんですか。車ウケンチャリジム行くときは。ああはい。でそのジムの1階に武蔵屋って入ってて、はい、超うまい武蔵屋っすか。武蔵ですか。武蔵屋、武蔵屋っすか。藤田は、いや俺あそこすげえ好きっすけどね。従業員の子がみんな若い女の子っていう。あ若いね。若いですよ。でも俺一回行ったけど、もともとあそこでしょ、こたつのところ。あそうですそうですそうです俺美味しくなかったな。俺チャーシュー力知ってるって、これ絶対埼玉の人じゃんね。チャーシュー力って何ですか。チャーシュー力っていう埼玉の、俺がもうほんとガキの頃から行ってるラーメン屋さんなんで、はいはい、ちょっと文字ってる、3つ4つあるのよ、はいはい、でもあのチャーシュー力ってそのオーナーがプロレスファンで、はいはい、ですよね。もうすごい、いやだってもう看板が、だって長州力がラーメン食べてる看板だから、でそれ長州力の許可も得てるらしくて、すごいね。店入るともうポスターとか全部プロレスなの、プロレスのビデオも流れてるし、はい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 、すごいな。力ラリアットとかってすごいな。でも男の子が好きなラーメンと女の子が好きなラーメン違うかもしれない。でもそこはねすごいもうこってり系なのに、チャーリキって女の子だとちょっと重すぎたりしますもんね。だから辛いの好きな人だったら、あなんかその閻魔山ができたんだ、はい、なくなってなんだっけな、 できたのよ立山の隣ですか。そう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 、あ僕昨日行きましたもん。あの辛い、あれ今変わったんだよ。変わりました。今新しくなって昨日行きました。そうそうそう、あれは俺辛いのはあんまりダメだから、はいはいはい、でもちょいちょいなんか辛いの我慢すれば平気な、はいはい、一番辛くないやつ頼んで。しかもあそこ女の子もちょっとおすすめなのが、うん、こんにゃく麺ってあってヘルシーなんですよね、うん、男だけで行きますよ昨日は、うん、俺もこの先週だよ、うわちょっとやっぱ先週ベロベロで出たんだよ。ベロベロで行ったの、ラーメン食べようぜっつってで食ったらなんか酔いながらうめえなっつって酔ってたらでも結構何でもうまくない。そうそう、味濃ゆくて女の子を連れてくお店でおすすめ。えこれはラーメン屋の流れなのかな。ラーメン屋じゃなくて、それだったら楓の方が詳しいんじゃない。いや僕女の子とかだってたまにはどっか連れてったりするんじゃない。いや僕飲んでる最中にご飯食べれないんで。あえなんで、例えば飲んで終わりか、あの休みの日とかに。うわもうずっと家にいます。あ女の子とご飯とか行かないです。行かないです。あそうなんだ、だから酔ってる、あ休みの日だけ連絡まめだねとか言われたりしますけど、
外出ないで、ずっと家にいて横になってゴロゴロしてメールしてる。へー。普段全く連絡しないんですよ。あ、そうなんだ。しないです、しないです。なんか雰囲気いいとことか。歌舞伎町って難しいですよね。歌舞伎町だったらあそこ美味しいよ、区役所通りのミニストップの上の。ミニストップの上ですか。区役所通りミニストップ、はいはい、あります、ね、あのリースリーの前、はいはい、あそこのあの隣さ、隣っていうかなんかエレベーターになってるじゃん。で2階にあるバーとか入ってますよね。2階に羽根津っていうあの鉄板料理でフルコース出してくれるところ、まあ、結構値段はそれなりだけど、はいはいはい、あそこ歌舞伎町だったら一番おしゃれで美味しいから。あ、そうなんですか。美味しい。そこだったらいけますね。でも、でも値段人、いやでも1人やっぱ1号、1人1号いきます。1万2000円ぐらいの確かコース頼んで、でちょっとなんか飲んで確か3万ちょいったって、はいはい、結構いきますね。うん、なんかふやっと行こうとは思えないですよね。高いって考えるんだったら、あのね、あのパリジェンヌの下に松坂亭ってあるのね、はい、そこも鉄板焼き屋なので、フルコースが出してくれるんだけど。パリジェンヌってどこでしたっけ。あの、あれよ、風林海岸の。あーあーどっちか、はいはい、松坂亭ってもうすごい長いんだって。あそこは見た目はもうなんかありますね。見た目はもうなんか古いスナックみたいな感じの内装だ、はいはいはい、でも美味しかったよ。へえ、そっけ結構行くんすね。俺鉄板焼き好きなのよ。で、あ、はいはい、あの一丁前にいい飯をなんか食べたい、はいはいはい、くなる時がある。で、あの吉牛とかも普通に好きなんだ、はいはいはい、俺今日こんな格好だからチャンスだと思って吉牛にした。うちの店って、はい、歌舞伎町の吉野家とか松屋とか行っちゃいけない。あ、禁止なんすか。禁止なの。うちはホストがそんなの食ってるじゃないですか。はいはいはい。どうしても食いたいんだったら、まあね、どうしても食べたいんだったら私服に着替えて、例えば大久保とかだったらいいんじゃないっつって。ああ、歌舞伎町はやめろっつって。これもう俺埼玉の時から。あ、本当ですか。絶対ダメっつって。だって俺らがさ、キャバクラに例えば行ってさ、はいはい、めっちゃこいついい女だなと思った女がさ、松屋で飯食ってたら引くでしょ。引きますね。確かにそれは。ペイチに飲みすぎてかっこいいって言って。いやー、可愛い感じだよね、楓って。僕っすか、うん、いやー、でもこの間酔っ払って、かっこいいなと思うもん。いや、この間言うすよ、言う。もう酔っ払ってると思うの。酔っ払って、まあ、あのケンさんのお店遊びに行かせてもらった時に、お前気持ち悪い顔してんな。おいお前ふざけんな。気持ち悪い。やだ、このカメラの前だけこういう風に言うやつ。怖い怖い怖い。しかもこういう風に言うやつって言ったよ。こういう言うやつって言う、いや、いや、こういう言うやつってやつの意味が、やつが違う。じゃあ、あのやつの意味、じゃあ、あの暴力ってまた怒られるから、それ全部飲んでもらって。違うんだよな、今のも。今のもちょっとニュアンスが近かったんですね。お前なんかデコ赤いよ、どうした。いや、ケンさんの、ケンさんの。ここではやられないですけど。え、いや、大変大変。ケンさん、お、ハイキック、ハイキック、ハイキック、残るよ。めっちゃ残るよ。いや、俺でももう今足上がんないもん。楓の身長じゃ上がんない、足硬くなったってことですか。上がるけど、あの、あんだけ夢とはもう吹っ飛んだけど、吹っ飛ばせるほど上がらない。体硬いんだよ俺もともと。あ、そうなんですか。やんなくなるとすぐ上がんなくなっちゃうの俺。はいはいはい。え、何やられてるんですか。俺キックなんですか。うん、でももうやってない全然。ここは一応、はい、キババーシャルアーツっていうのは、あの総合とかの人がいるジムで、でもキックも教えてくれるとこで、俺友達の紹介で行ったの。はいはいはい。そうそう。あ、もともと知り合いがいてとか。大君っつって歌舞伎物で、歌舞伎物にも2回ぐらい出るんで、もともとね、すげえ強い。あ、そうなの。ホストボンバーエとかからも、はいはいはい、第1回の時から出てて超強いんだよ。ガタイとかも結構ああいう感じでした。お、ケンちゃんのシャツ、キバのやつだって。わかるっすね。なんで知ってんの。男の子じゃないですか。え、なんで知ってんの。すごくねそれ。すごくねそれ。今日初めて来たんだけどね。あ、マジっすか。じゃあ俺なんかもう洗ってなくて、はい、あので、俺最近この格好だから、はいはいはい、で、クロムハーツの T シャツはさすがに着れない。まあ、もったいないですね。あ、なんかそうだ、今 CM 来てた。 CM 行きまーす。ガチャガチャ。
どうも、クラブ DNA の一ノ瀬咲です。ランです。それではじゃあラン君からお店の PR の方お願いします。はい、はい、僕が働いてる DNA はアットホームで、はいはい、従業員がねめっちゃ仲良くて、はい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 、未経験の方でも全然気がなく楽しく働けるので、はいはい、ぜひ体験入店からでもいらしてください。待ってます。で、求人の方なんですけども、今うちは求人乗ってるんですけど、その乗ってる求人よりも高待遇で面接なり体験入店なり来ていただければ高待遇も説明させていただきますので、ね、面接だけでも来ていただければ、そうですね、その後は高待遇でお待ちしてます。お待ちします。君たちの人生にチェックイン。バースあるんでしょう、ありますよ。で、まあでも店が建て替えてくれて、はいはい、今も頑張ってるみたいだよ、結構、ぼちぼち売れてるみたいで。ああ、それだったな。あるよ、全然あるよ。なんかやっぱり飛んで、なんか建て、歌舞伎町の中で普通に働いてとか、本当食べられてるなとか思うもん、正直に。行きたいんだけどな、お店だって。どっちのお店、同じビルだからその日に一緒に来ちゃえばいいんだよな。2階から3階に上がってくればいいんだよな。しかも今なら、今ならね。ねえ、11月には多分俺ら向こうだから、はい、11月っすか。うん、だから今月2ヶ月ぐらいじゃないですか。で、許可が2ヶ月かかるから、はいはい、もう終わるから、はいはい、工事が終わるから、あ、もう申請出したんですか。まだ工事中だ。もうほんと、もうほんとね、あと2、3日もすれば工事終わるの。はいはい。だからそれで申請、まあ保健所か、まず保健所。え、内装出来上がってから申請で出さなきゃいけないんですよ。ある程度の段階で出しちゃいけないんですよ。ある程度の段階で出せるんだけど、ソファーを注文して、まだ届いてない。ソファーはないと出せないから。あ、そういうことですね。ん、独立っすか。俺めっちゃ興味ある。いや、僕独立は考えてないですよ。なんで、なんすかね。なんで、なんで。でも独立4だから、そこまで先のことそんなに考えてない。結構考えてます。徐々に動いてたりはするんですけど。あ、ホストじゃなくて、じゃなくてっていうのはありますね。でも今回のあのお盆休みで帰れなかったんで、実家に帰ろうと思ってたんですけど。どこなんだっけ。府中ってとこです。え、府中。あ、府中なの。東京の外れの方なんですけど、調布とか八王子とかそっちの方なんです。だからタクシーで帰れちゃうんですよ。おうおうおう、1万円かからないですし。高え。でも荷物とか持ってたら、やっぱ電車だと結構面倒くさかったりする。車ないのか。ないっす、ないっす、ないっす。俺ちょっと待ってね、ケンちゃんこれ見てお店行ったって子いたよ。マジで何も聞いてねえの。多分でも俺今店いないしね。あー、それもあんのかもしんないっすね。でも両方だけど DNA 怖いもん。怖くないよ、全然怖くない。何なんですかね、怖いもんって。でも実家、でも俺ね、俺埼玉だから俺も遠くないけど、はい、俺車あるから車で。ああ、はい、はい、でも 車ないときついな。いや、不便は不便ですよ。そうだね、あったらいいなって。毎日会いたい。毎日出てる。毎日出ます、木曜日以外は。ルミナスティちゃんと行ってあげて。でもニコ生の営業、影響ってすごくないですか。ないよ俺。あ、本当ですか。いや、言わないパターンもあるじゃないですか。言うんじゃない。いや、結構言わなかったりしますよ。あ、そう。名前呼ばれるときに楓くんって言ってくれる子は見てないなって思うんですよ。楓ちって言ってくれると、ああ、ニコ生のあれだなって思う。俺基本的にケンちゃんだから、はい、誰からも決めればいいんじゃないですか。僕も決めたんですよ。違う、俺でもこの前、いや俺この前あれだよ。いや違う、俺なんかよくわかんないけど、さっき生ケンって言われるんだよ。なんですか。生ケン、生ケン、生ケンジ。だからそこら辺歌舞伎歩いてると、あ、生ケンとか言われる。生ケンってなんですか。生ケンジ、怠けてるってことですか。じゃあ生ケンジ、あ、生のケンジ、生ケンジ。聞いてる人の話。勝手に生ケンジ、ひたすら言われる。だから結構言われるの。あ、生ケンだとか。それ生だわ。ちゃんと突っ込んでるよ俺、みんなに。あ、ちゃんと全然知らない。え、それちゃんと言ってあげる。ちょっと言ってあげるよ。それ生だわで毎回突っ込んでる。いいじゃないですか。この前も言われた。ビルの下で DNA で気になるんだよねなんて話の子たちがいて、で、俺フラーッと通ったら、あ、生ケンだって言われて。それは生だわ。僕
僕結構もうニコ生ではカエチンって言われるカエチンでもカエチンだよね。でもカエチンってつけた子店に来たんでしょ。来た来てくれたんですよ。へぇ、すげーと思って。俺チラすげーな。俺全然一回もないよ俺本当に。いや分かってないだけです。いやいやだって例えばさ、それさ、カエデを目的でも来てるじゃん多分。俺目的に例えば来てくれた女の子がいたとして、はい、それでケンジさんの番組見たんだよねって言わないわけがなくない。だって俺絶対紹介なんかつかないと思う。そうですね。したらやっぱり従業員の子たちを出してあげるべきなんですよ。そしたらヒットするじゃないですか。いや結構あのうちウェブ載せてるからここの、はい、従業員の30分番組とかやってるから。あ、そうなんですか。やってる。さっきのもその時撮ったんだよ。で90で、超つまんなくて。え、別で？グッドグッドで。別で。はいはいはい。グッドグッドでなんかね、滑ってた。え、そこにはケンさんは？うちに上がらせ来たもん。ちょっと見てらんねえと思ったんですか。警戒人ってつけたの私だよだって。お、すげえ。私だよの字間違えたんですけど。でもそういうのいいね。俺でもなんかふざけたな、なんかあだ名とか。でもさ、なんで俺もケンジっつったらもうケンちゃんとかしかないじゃん、基本。いや、僕も変えてでないと思いましたよ。カエデってでもさ、あだ名って今まで何があったの？カエピョン、カエピョン、カエデッチぐらいでした。カエチは言われた。かわいい感じなんだ。俺もやっぱ基本ケンちゃん。作ってもらいましょうよ。せっかく。やだ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 。ケンチンは作ってもらいましょう。ケンチンはキャラじゃない。ケンチンじゃなくていいじゃないですか。だから生ケンとかのどうせ。それは生だよな。それは生だよな。生きてるもん。いやちょっと作ってもらいましょうよ。めっちゃ可愛い感じで仕事とかだって俺キャラじゃねえもん。どういう系になるか分かんないですけどね。どうせ悪口書かれるんだ。分かってんの。ケンさんの自分の番組で悪口書かれるんですか。そうそうそう分かってんの。でもね歌舞伎物の時とかすごいのやっぱもう悪口が本当嫌でね。あれ悪口あります。あるある。やっぱり出てる最初なんか。ああ、もともとそうじゃん。ニコラ、ニコラ若ケン。若さまいいじゃないですか。いやだよ。若さまはあるんですね。若さまはよく言われる。最近なんか若さま。若けんいいじゃないですか。僕今あ若さまあるじゃん。若けん。若さまっていう年齢でもないしね、もうね。いや、よくないですか。さあなんか若ってこれもう地元地元。あ、そうなんですか。地元完全に地元。しかも、うん、もう鬼地元。俺小中の、はい、小中のあだ名が若なの。あ、そうなんですか。え、若林さんの若林本名だ。あ、本名なんすか。へぇ、若ってあだ名だったの。すごいな。誰だろう、超気になる。誰が見てくれたんだろう。そうですね、地元の人しか。地元の友達。いや、フェイスブック俺やってて、はいはいはい、フェイスブックとかにもやっぱあの今から放送です書くから、はいはいはい、で、友達、同級生の友達がいっぱいいるから、はい、見てくれてるかもしれないけど嬉しいな、そういうの。地元の友達見てくれてるとか超テンション上がるわ。緊張しないですか。逆に逆に緊張しないですか。めっちゃテンション上がる。超嬉しい。いやね、俺のね地元の友達とか、俺埼玉でホストやってる時に、はいはいはい、めっちゃ来てくれてたの飲みに。あ、もう身内で来てくれるって感じ。まあもちろん通常料金なんか取んないけど、はい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 、あ嬉しいっすね。でだから途中からさ、なんかケンジ、あケンジーも昔言われてたな。若さまジー。若さまケンジー。さんいくつなんですか。33になる。33になる。うん、今年で33だよ。もうはね、歌舞伎町出てきた時28だったのにな。埼玉でやられてた時いくつだったんですか。一番最初で17歳。あ、そんな若いですか。俺だから今年で15年だもん。ええー、今年の10月の26日でホスト丸々15周年。え、正直そこまでやると思ってました最初の。で、いや俺だって17で18になったぐらいの時、19ぐらいから将来お店やってみたいなって思い始めたの。はいはいはい。で俺は25でやる、25までにやりたいなと思ってたの。あ、自分でってことですか。でもまあ結局26で出して、ででも言っても1年しか変わんないわけですもんね。で、でも歌舞伎町に来てからまだ1からになっちゃってるから。でもそれがすごいですよね。一からやってみようっていうのが。まあ店ごと来てるから純粋なるプレイヤーの一からとはまた違うけど、うん、いやでもケンジーがてなんか定着してる。じゃあケンジーさん、お前ケンジーって呼べんの。はい、いや僕はもう今日決まるんであればケンジーって呼びますよ。はい、かも。いや、ありがたいことに。
バレないように言うかもしれない。ケンジさんってちょっともやもやっとしながら言うかもしれないですけど。ケンジ顔疲れてますね。疲れてるな。何時起きですか今日？何時起きだったんですか？寝たのが、家に帰ったのが朝4時。昨日ね。わあ。現場にいて、家に帰ったのが朝4時で、今日の現場行ったのが朝9時。5時間後に5時間家に着いて5時間後にもう現場に出てくる。現場に行ったのが9時で、起きたら8時ぐらいだから、で、家帰って寝たのが多分なんだかんだ4時半ぐらいだと思うんだよね。4時半とか5時ぐらい、3時間ぐらい寝たのかな、昨日は。酔いません？それでこんな酒飲んでたら。飲むよ。どういうこと？今飲むよ。酔わないよ。酔ってますもんね。はい、もう、はい、ちょっと、いや、ケニーさんのシラフから酔うタイミング、切り替わるタイミング分かんないじゃないですか、僕からしたら。全然見てない。分かりやすいと思うよ。マジっす？分かりやすいと思う。顔に出ないですね、でも。そう、出るんじゃない？いや、目がとろもとしてくるから。俺だけ答えないから。赤くはならないですか？ならない。それいいっすね。そうだ、昨日がそれで、だから、でも基本的に1日ほんと20時間ぐらいは現場にいる。へえ。うん、現場とか起きてる、あの、バーにいきなり行ったりとかもするし、あと、あ、そうっすよね、バーも出されたんですよね。で、ちょっと、で、バーも清潔オープンしたばっかりだから、うん、まだなんかね、結構来てくれる人いるから。え、でも出れてないってことですよね。バーはほぼ出てない。あの、もうライトが頑張ってくれてるから。すごい頑張ってる。任してる。もう俺だって最初の3ヶ月まで俺と水水抜いたら絶対赤字だろうなと思ってたの。今ライトと、あともう一人ゆずきっていうのが2人で、はい、あとはまあ従業員が2人で使ったりしてくれてるから、はいはいはい、もう俺抜きでもうトップトンぐらいまでいけないじゃん。へー、すごいっすね。まあ、もしかしたらちょっと足んないかもしれないけど。いやでもね、もうこの忙しい生活もやっと終わるぜ。最初の3ヶ月、4ヶ月なんか、俺最初の3ヶ月は赤だと思ってたから。そこまで持ってってくれたら、すごい頑張ってるよ。ライトなんかにも、すごいよね。結構他店舗さんの人たちも来てくれたりする。あ、すげえ来る。あ、すげえ来る。なんだか知んねえけど。しかもみんなベロベロで来る。まあ、まあって大変ですよね。まあまあまあ、酔っ払いので、俺そんなに利益を求めたバーじゃなかったから、はい、従業員のアフター用のバーみたいな。ああ、はいはいはい、はい、そう、他にじゃあどうしても結構金がかかっちゃうじゃん。でも全部安いじゃん、ね、っていう、ただそれだけのバーだし。お前来てないね。はい、カイチンは一旦来てないね。じゃあパーティーしましょう。何がパーティー？何ちょっと気まずい話すんだよみたいな顔になってんの。お前ちょっと何書いたんだお前は。大変なんだから、ケンジさんと飲んでるの。おでこマジで本当に、この間出勤前におでこ見たら赤じゃなくて青くなってた。俺も酔っ払ってるから分かってないですよ。わーとかなりやん。夢だろって。俺チュンペロペロで、俺の黒マーツのさ指あんじゃんか、あれをバレないよって今日装着して、パコーンやったら、はい、穴開いたね。血、血、穴開いてる。穴開いてる。血です。ゆめさんかわいそうに。デコピンとハイキックどっちがいい？だって。でもうちの従業員、うちの従業員アルバイトがあるからね。俺のローキック、渾身のローキック、一発3000円っていう謎のアルバイトっすか。だから本当にお金がないことでどうしてもいるじゃん。いや、今まで何人もいるよ。だよ、あの、ちょっとお金ないんで蹴ってもらっていいですか、ね、マジだぜ。だけどうちのランは俺が酔ってる時にそんなこと言ってきて、あの、脳手加減でバカーン入れたんだ、思いっきり。一週間足引きずったから3000円じゃ、3000円じゃ割り引かない。いや大変だ、もう。でも下の子たち、ホストの下の子たちは大変じゃないですからね。でも、だからこそ、でも頑張ったら稼いでるやつを目の前に見てるんだから、うん、ねえ、絶対。今の子ってでも不思議なもんで、お金に執着あんまりなくないですか。あんまない。です、ね、ある子はいるけど、うん、だからそのお金を持った生活をしたことがないからからそうなんですね。満足してるのか、ゆとり教育の被害者か。あんまりですよね。稼ぎたいっていう聞かないよね。でもお前だってあれじゃない、はい、ゆとり教育世代だろ。世代ですけど、でも最初から結構ストイックでやってます。でも育ってきた環境じゃない。
なんすかね、俺はもうすごいストイックだから未だに、はいはいはい、で暇がダメだし、はい、で俺どんなに例えば俺が1億円今目の前に持ってて、はい、じゃあホストクラブを出しましょうと、はい、見積もりがじゃあ2000万かかります、1億持ってる状態で2000万なら別に出してもいいやと普通思うでしょ、はいはい、俺それでも多分自分で作るもん、嫌なのっていうのは何で、経費は俺は1円でも下げたい、あーかかる、はい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 、で作ってるのが楽しいのまずあ、そういうことっすね、そう、あ、それを思える人だったらまた話は変わってくるですね、だから俺未だにだってあのすごいすっごいケチくさいことかもしれないけど、うん、例えば酒屋 A で100円だったものが酒屋 B で90円だと、はい、まあ90円、まあ、10円変わることってあんまないかもしれないけど、まあはい、普段 A を使ってたとしてもそれに関して B の方が安いんだったら B で買えようと、あ、当たり前じゃん、それを適当に、いや、いつもこっちで買ってるんで、こっちで頼みましたって言われるとイライラしてる。あ、じゃあその10円が、ね、じゃあその10円の差が、ね、月間でいくらになってるの、はいはいはい、じゃあ年間でいくら、じゃあうちの店が今もう4年やってるったら、いくらかかってんだよみたいな。じゃあその金で、みんなで一回ご飯でも行けたんじゃないのって思うとイライラしちゃう。なの。かえちん目がトローンって。いやでもコメント拾ってるよね、そこで。いや、今日は酔います。酔っか、いや、酔、はい、いや、酔、はい、いや、酔、はい、いや、酔あ、でも本当に酔ってきたな。俺もちょっと酔ってきたよ。休みの日って飲んだりします？飲まない、絶対飲まない絶対飲まない、絶対飲まない、俺も絶対飲まない。ただ、イエーじゃあ俺、なんか俺お酒そんな好きじゃないの、ぶっちゃけ。飲んでる席は好きだよ。あ、酔うのが好きだったりってことですか。そう、だからみんなで飲んでるのは好き。だから家でお酒を飲んでる人の気持ちが分からない。ああ、はい、全然分からない。だけどなんか俺とかのリスナーさん、多分お前のリスナーさんもそうだけど、家で酔いながら見てくれてる人が、あ、はいはいはい、多いらしいから、じゃあみんなでちょっと乾杯しようか。あ、本当だ、みんな乾杯して、飲みながらみんなあれだと思うね。じゃあ乾杯。もう8月も終わりですから。夏終わっちゃったね。終わっちゃうね。夏らしいことしました？してないですか？え、夏らしいこと。いや俺だから夏は普段ジェットじゃん。あ、そっか、ね、だけど今年全然、だからあの工事があるから、俺入れ墨が夏でこんなに綺麗に柄が見えてるのが珍しいから。あ、肌が黒くなって日焼けすぎて俺柄見えないから、いつも。へえー、毎週2回とか言ってたから。乾杯乾杯。一人飲みしないな。する？する？僕しないですよ。なんか家にビールありますけど。あるんだ。俺家にお酒があるだけで機嫌悪くなるから。いや、ただあのビールが、どのビール？家にあるビール、家にあるビールがどの、もう賞味期限も切れてる。ビールって賞味期限、ビールって賞味期限あるの？あるんじゃないですか？一応ありますよ、裏に書いてありますもん。本当だ。あ、意外。違う、うち来年だ。来年1年ぐらい。いや俺多分2年ぐらい入ってますもん。俺家にお酒があるだけで機嫌悪くなる。たまにね、自由が酔っ払って遊び来て、はいはい、買ってくんだよ。で俺よく今最近俺が忙しすぎてないけど、うちの寮が俺と同じマンションなのね。あ、そうなんすか。あのプラスタワーの、はいはい、でやっぱお金ない子たちが寮に入るじゃん。で俺も一人で飯作って食うのもう寂しいからっつって、俺寮生とかよく飯食ってたの、うち呼んで俺が作って。え、マジっすか。そうそう、で一緒にみんなでご飯食べてる時に、うん、酔っ払ったやつが酒買ってくんだよね、うん、俺全くいらないから、まあ、俺がもらったお酒はもう全部領域だから。寮生が休み、あ、流すんすか。寮生が休みだけでみんなで酒飲んで酔っ払ってた。でも結構寮メンバーとかって飲んでたりしますよね。するするする。で、まあでも今最近あんま聞かないかな。一時ね、寮いっぱい、やっぱいっぱいいた時にうちでやっぱみんなしょっちゅう飯食ってたから一緒に。あ、はいはい、あ、でもそれいいっすね。全員だって俺ババで一緒に住んでる時なんて、一緒に住んでたんですか。俺ん家に住ましたの全員、はいはいはい、で、寮生はね、はいはい、で俺が飯作って全部やって、毎日俺が飯作ってたから。意外と出費ありますね。でも外食してるって考えたら全然安い。自分だって一人分作るのもね、4、5人分作るのもそこまで変わんないから。
200円300円の差じゃん。あ、そうなんすね。実践で家で あんまりで、だから永瀬さん CM の前になんかちょっと寒くない？いや、俺ずっと思ってましたよ。寒いよね。ああ、俺鼻水ずっと垂れてる。俺すっげえ寒いんだけど。ティッシュずっと探してるんですけどないですもん。ティッシュ、ティッシュあるよ、汚いから。汚いから。一回 CM 行きましょう。CM 行きましょう。毎週なんかね、ホストの番組っつって見てくれてるリスナーさんには本当申し訳ないよね、毎週俺日課で。あ、そう、毎週なんすか。いや、俺もここ1ヶ月も日課だもん。いや、カエチンって本当イケメン。カエチンってブザイクって言われたことあんの？あります。なんで俺カエチンって呼んだのに。釣られちゃったじゃん。ちょっと酔っ払ってんのもあるじゃないですか。さあ、先週はね、俺ね、あの現場休んで日課じゃなかったの、先週だけ。もともとでも現役でそっちでやられてた時はどのくらい前なんですか？10代ぐらいの時ですか？16歳。あ、本当ですか。僕も一回鉄筋やったことあるんですよ、2年ぐらい。おう、だから鉄筋とかって俺よくわかんないんだけど、その俺やってたのは基本ペンキ屋なのよ。はいはいはい。でクロスとかはぶっちゃけ貼ったことはそんなにないの。ただ、はい、やってるのを見てたしとか、そういう、ただそれ容量は分かってるから、はいはいはい、カエチ水曜日で1枚いくの。水曜日は大樹くんってこと？ケン君。ケン君。2人とも知らないからな。会ってみたいんだけどね。いや、アホですよ。みんなアホです。アホなんだ。みんなもう酔ってガチャガチャ。大樹くんって、はい、オメガのでしょ？オメガの社長ですね、今。え？今社長です。社長？オメガ？ハニーじゃなくて？あ、ハニー。適当か。本当オメガの子だよね。そうですそうです、うん、そう、ハニーの社長です。なんでみんなアホ。いや、本当にみんなアホです。あ、そうなんだ。ひどいっすよ。だからみんな、ニコ生終わってじゃあみんなでちょっと飲み行こうか。あ、まあ、大体サファー行くんですけど。俺、ね、あ、俺大体やっぱ自分のバーが開いちゃったから、うん、ニコ生終わり飲むとしたらうちのバーなんだけど。あ、バーっすか。でも最近、あ、先週、あ、先週そうだ、俺先週出てラーメン食って、はい、バー行ったんだよね。で、アラスさんが来てて、はいはい、死ぬほど飲まされて超ベロベロだったんだ俺。酔いました。殺されるかと思って。で、アラスさんが見てるの分かってたから、うるせえキチガイとかずっと言ってたから、てめえ誰がキチガイだこの野郎とかって超飲まされて、店でバーで。すぐ今度は熱くね。止めたら熱くね。なんかちょうどいいよね。さじ加減今日もバーで流れてますよ。毎週木曜日バーでこれ放送流してるから。あ、そうなんすか。そうそうそう。え、もうモニターで普通に流してる。モニターで、パソコンつなげて、切り替えで見れるようにしてる。そしたらじゃあゆめさんがもしかしたら見てたら、ゆめさんが今見てると。ゆめとはね、いないんじゃない。さっき従業員がなんかこれビール持ってきてもらったんだけど、はい、ゆめだとご飯食べに行くっつってたから。従業員だけで来ることもあり得るってことですか。まあ、はい、あるたまに。でもその時なんか1人2000円だもん。ああ、そうだったら全然いいっすね。変に変なとこで飲むよりは全然。そうとか、あとちょっと混んできちゃったら手伝わして、その代わりまあお金も取らない。ああ、はいはいはい、まあ、給料も出ないけど、まあ本当変な時ではちょっと小遣い出したりするけど、基本だそう。あ、もう完全にちょっとスタッフとして働いてもらうみたいな。そう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 。で、その代わりだからアフターとか楽だよね。例えばさ、じゃあ俺がアフター行きます、じゃあ俺のお客さんがいます、はいはい、そのお客さんの代わりが仲いい、はい、一緒に行こうぜっつったら、はい、3人分になるじゃん、はいはい、だけどうちは女の子1人だけですもん。で、従業員が出す場合は割引させてるから、はいはいはい、あ、でもだからそういう用のバーだから利益はだから、とでも要はもう
ぶっちゃけ形状店だよね。あ、売上形状もできるし、ホストの形状店とアフター店。今日のケンちゃんなんかかっこいいよ。たまにこういうマニアックな人がいるから。いつもと何が違うんですかね。あ、誰が知らない、俺いつもこんなだけどね。何が違うんだろうね。日韓が汚くなったからかも。あの最近赤いペンキずっと出てたから赤がいっぱいついちゃう。それ本当にペンキですか、これ赤ペン。いや、もう不安で怖くてこれ赤ペンなんだよ。いや、はい。あ、でも結構同じペースで今飲んでる感じなんですね。なんだこれ。お前に合わせてる。あ、そうなんですか。もうちょっとペースダウンしたかったんだけど、お前が開けるから俺もじゃんけんけんと。そういう人。ちょっと、そういう人。あ、気持ちよくなってきた、久しぶりに。でも2人って初めてだな、俺。え、なんか、え、ここ、え、俺だよ、思いっきりケンちゃんで。あ、だいだい、俺はもう毎回知るほどだって。お前も何回も出てるのが分かるじゃん。嘘。え、僕がいた時は、それこそミラージュのユキヤ君ってこと、あと、オモカワさんがいた時ですよ。うん、その時は。いや、早起きだから余計に。ビールだしね。いや、二人はない。二人ないんすか。いや、俺だって俺の番組は基本的にみんなで酔っ払っちまおうぜの。一番少なくて3人ぐらいはあります。俺とゲスト2人はある。基本はそれだったから。ああ、はい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 。あ、それだったらゆきやくん、ゆきやくんってどのくらい出たことあるんですか。ゆきや、もう3、4回出てるやつですよね。僕ちょ見ますもん。ゆきやをピンで呼んでたし、楓の時も1回呼んだでしょ、はい、であとティアラのバーターみたいな感じで呼んだりしてるから、はい、3、4回で。さっき出てましたよ、すごいかっこいいっていう意見が。誰？ティアラ、いや、ティアラの、あ、タイガ君から。ティアラのね、タイガってね、すごいかっこいい。普通に先週出てくれた子なんだけど。あ、そうなんすか。すごい、さっき名前出てて、あー、すごいなんか評判良かったんだなと。あ、ほんと、タイガ君かっこいい。タイガめっちゃかっこよかった。すっごいかっこよかったよ。え、はじめましてだったんすか。俺はね、あ、違う、前の日に前に来てくれてたの。あー、はいはいはい、はい。ほんとかっこいいよ。むしろレギュラー、レギュラーはってどういうことだ、この質問。ん、全然わかんない。なんか寄ってきちゃった、俺。俺先週出かけたからね、疲れすぎてて。あ、マジですか。うん、それ途中で、もういいや、もう寝ちゃおうと思って、ずっとこんなだった。でも MC 一人でやってるじゃないですか。僕ら3人でやってるんで、3人中2人潰れても問題ないですよ。好きなんですよ、僕らの番組。でも、大変ですね。でも、その、MC 3人もいた方が俺嫌だ。やりづらい。あ、もう だからいつもごちゃごちゃします。そんなにあの綺麗な自分のペースがないじゃん。はい、ないです。俺基本的にやっぱり俺が喋って、お互い一緒に喋って、飲んで、お店の宣伝して、はいはいはい、っていう風な感じ。グイジ一番イケメン。いいよね、俺ホスト人生15年やってるけど、俺多分4人ぐらいにしかかっこいいって言われたことないからね。でも僕ストライクって言われたことないですよ、1回。え、ストライクって1回も言われたことないですよ。いや、俺もそういう事件聞いてくれる、はい、その4人中の2人は、はい、あれだからね、あ、私ケンちゃんが今まで見たホストで一番かっこいいと思うんだよねって言ってくれて、でも私 B 線って言われるのって余計すごい。いや、俺ホントホスト人生でかっこいい。え、それはないっすよ。言われない。だって俺ホストでさ、はあ、ぶっちゃけ告白とかされたことあるでしょ。付き合ってほしいんだよねとかあるでしょ、はいはいはい、俺ないから。ないっすか。ないからね、ホスト人生。あ、マジっすか。キモいだろ、なんでホストやってんだろうな。15周年職人の会社起こそうかな。なんならもう5000回でいつ。いやいや、ないは嘘だけど、告られたことないは嘘だけど、そのでも思い当たる節が2人3人くらいしかいない。それ気づいてないだけじゃないですか。言われないの、付き合ってとか。ただあの、あ、でも付き合ってはもないですよ。しばらく経ってから彼氏ができたり結婚したりとかして、はいはい、いや私昔好きだったんだよねとか、はいはいはい、昔のこと言われることはあるけど、俺なんか言えないオーラがあるんだって。あ、わがままとかをちょっと俺に言えないオーラを出してるっぽいの。あ、でもちょっと分かんなくはないです、それは。でも言いにくいのかな。実際言われたら言われたで嫌なの、多分。言われたら言われたいけど、言われたら言われたで、好きとかあんまり言われてると嘘くさい。
お前本当はそんなこと思ってねえんだろってことか。好きとかやたら言葉にする女の子、まあ男もそうなんだろうけど、好きとかをやたら言葉にするやつは平気で裏切る。あ、浮気されたことあります？あるある。あるんですか？俺なんか昔なんかすごいよ、超エグいよ。俺一生ホスト辞めてる時に友達と飲んでたんだよ。で一人、明日仕事早いから寝るわっつったやつがいたので、そいつ一人暮らしで俺らベロベロになっちゃって酔っ払ってて、そいつの家に襲撃行ったんだ、うん、俺どうなんですよ、びっくりだろ。わー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 、テレビとかでぶん殴ってたから。なるわよ、すごいでしょ。あるある、浮気されたことあるよ。ある。俺女の浮気なんかすぐ気づくんだよね。なんかおかしいなって思って、あとはその確証がないから言わないとか、はいはい、あとはじゃあ確証がついちゃったらどうすんのみたいな話になっちゃう。全然俺浮気される。されるされる。俺が基本放置プレイだから。あ、かまってくれなくて女の子が他の人にちょっとでも俺がかまってないからって他の男に行く女はそういう女だ。あ、いいじゃんって勝手にすればと思うし。男って結構浮気する生き物でしょって結構言われたりするじゃないですか。あ、人によるんじゃん。でもしない人間はしないですよね。テレビで殴るって方がエグい。殴られる方が。いやだってお前、俺中学の時からの友達が俺の女と一緒に出てたんだ。あ、でもすごいですね。キレるだろ。その男の子もすごいですね、うん、びっくりしちゃった。2人ともボコボコにしちゃった。女顎折ってやったもん。とっさに出ちゃったんだけどね。最低って言われてもいいけど、でも被害者は俺だからね、絶対。でもすごいんだよ、すごいんだよ。その後すぐちょっとその子と別れたの。すぐあとちょっとまあ1ヶ月ぐらい付き合ってたんだけど、はいはいはい、別れたの。今その2人が結婚してるから。へえ。それはもうなんか俺も結婚までしてるんだったらもうそれは運命だよっつって、おめえ全然もう気にすんだよっつってテレビ送ってあげました。うん、全然壊れなかったから。ただあのその時賃貸のアパートも壁ぐっちゃぐちゃだった。すごい。いやもうで今子供も2人のかな、2人目できたって言ったから。へえ。今2人とも仲いいし。あ、そうなんすか。全然それはもうおめでとう。結婚式やってないんだよねそいつら。あんまりちょっとなんか今忙しいみたいな、なんか仕事が。まあでもそれもちょっと昔話になりますね。すごいよ、面白い昔話。時間だったらびっくりしたろ。結婚したんだよ。で、結構あるんだ俺。昔付き合ってた女が高校の先輩と結婚したとか。っつってあるの結構。マジっすか。僕の周りで結婚したのがいないんで。俺先輩とかありますけど。俺の昔のなんか、お前なんかそれ彼女じゃないんだけど、なんかおまんことかじゃ、おまんことかじゃったけど、あの人え、大丈夫。え、大丈夫じゃないよ。おまんこしてた女の子が今某ホストクラブの俺が仲いい子と一緒に暮らしてる。まあ誰とは言わないけどね、後輩になるというもうあと1分なんだね。なんかどうせだったらごめんなさい、なんかコメント数も増やせないで。コメント、俺のコメント、でもこんなもんじゃよくわかんないよ。すいません、俺別にコメント数は増えなくていいの、嬉しいけど、そのでもアクセスの方が嬉しい。今日はそんなにあれですよ。まあ最後ね、もう時間ないからね、別れても友達でいられるタイプですね僕ね。まあとりあえず今日はね、帰りで急遽出てきてもらって、はい、いやありがとうございます。1人、いやすいません、2人でなんかもう延長もうで無理でしょ。だっていや今日はね、はい、30秒前もう無理だよ、もう無理だよ。もうごめんなさいね、リザーさん。まあとりあえず、はい、楓君、ルミナスティね、リゾンビル2階がルミナスティ、はい、3階 DNA なんで、はい、初回料金は、じゃあ2年元ももう2時間1000円。はい、じゃあね、それでよろしい。ダイスじゃあまた来週。いや今日なんか超久々に踊っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだこと見つかる
この番組はノランのスポンサーの提供でお送りしました。